なあ、本当にいいのか、お前たち。こんなしょうもない計画に加担して。何を今さら、人里から離れ、ただ死にゆくのみだった私たちを無理やり見つけ出したのはお前だろうに。ああ、どうせ死ぬなら世界の踏み台になろうぜ、だったか。いきなり何なんだこの神はと面食らったな。それにうなずいた俺たちも俺たちだが。まあ聞け。最終確認というやつだ。オラリオが俺たちに打ち勝とうとも、打ち負けようとも。お前たちは間違いなく、滞在人として名を残す。あまたの命を奪った人類の裏切り者として、未来永劫語り継がれるだろう。それでも、本当に構わないか。くどいぞエレボス。私たちはもうとっくに決めた。ここで翻すほど安い覚悟などしていない。それに死後の名声なんぞ興味はない。満足していけるかどうか、俺からすればそちらの方が重要だ。剣も女も人生すらも、思い立った時こそ至宝。俺のどうしようもない主神の教えだ。出たな、ヒヒジジイの高校や。何度私の胸に手を突っ込もうとしてきたことか。あれで耐震だというのだから腹が立つ。ほほう、それで、そのクソジジイのセクハラは無事成功したのかね、アルフィア君。すべて魔法で迎撃した。よく召喚されなかったな、ゼウス。そしてヘラにチクった。それは死んじゃうだろう、ゼウス。しかし、お前は本当に良かったのか、アルフィア。子供に会いに行かなくて。アルフィアには子供がいたのか？そのスタイルで、計算符？すげえ。違う。妹の子だ。ヘラの眷属の血筋であり、ゼウスの系譜でもある。へえ。ということは、父親がゼウスファミリアか？俺たちの中でも一番の下っ端だったヒューマンだ。イノシシや勇者のガキどもに、あいつだけはやられるくらい弱かった。マキシムたちが黒竜に敗れた後、あのヘラの眷属をはらませたと知ったとき、何やらかしてんだあいつと本当に震え上がった。だってヘラだぞヘラ。ファミリアが全滅状態なのに、俺一人でずっと怯えていた。お前もゼウスの眷属じゃん。そうだったな。そうだった。だが俺はそんな命知らずじゃないからな。お前たちを見ていると、ゼウスとヘラの力関係が如実にわかるな。それで、その子供は、まさかヘラと一緒にいるのか？いや、妹がゼウスに託した。今はどこぞの山奥で暮らしているはずだ。なるほど。ザルドの言うこともわかる。たった一人の老い。しかも肉親の忘れがたみだ。未練はないのか？お前は、妹だけは愛していたんだろ？
私は死にゆく妹の決断に何も口を挟まなかった。あの高校屋と争って自分が引き取るとも申し出なかった。妹の子より週末の時計を遅らせることを選んだ。だから私に子供の面倒を見る資格はない。アルフェア、血の絆は強いとは言わん。それと同じで家族となることに資格がいるとも俺は思わん。そこに欠片でも愛があるのなら、お前は。違うんだよ、ザルド。資格なんて格好をつけて言ったが、なんてことはない。お母さんならともかく、おばさんなんて、私は絶対に呼ばれたくないんだ。そうか。ならばしょうがないな。ああ、どうしようもないな。そこは非常にデリケートな部分だ。男の俺たちがどうこう言える問題じゃない。アルフィア、聞かせてくれ。お前ほどの女が愛した妹とは、一体どんな女だった？お前のように面倒で、神経質で、暴君のごとく強かったのか？いいや、妹は私以上に病弱で脆弱だった。一人では一歩も部屋から出られないほど。その上、凡人も凡人、空前絶後のトロコだ。才能の欠片もない。そこまで言うか。ああ、言うとも。何せ母親の腹の中で私があの子の才能まで奪ってしまったのだから。この身は浅ましくもかすめ取った二人分の才を有している。それが私の罪。才能の化け物などと恐れられるのも必定だ。あの子は真実双子のうちの絞りかす。そんな妹が唯一持っていたのは優しさだ。何もできないくせに誰からも愛される不思議なやつだった。あの姑のようなヘラでさえ裏では妹を延命させようと必死だった。誰かから受け取った優しさを誰かに返してあげることのできる、そんな普通の娘だったよ。だから私は誰よりも優しく真っ白なメーテリアを愛していたんだ。そうか。ならザルド、父親の方は？美談はない。というか醜聞しかない。いや本当だ。サポーターのくせに率先して逃げるわ。主審と一緒に女湯を覗きに行くわ。しかし、そうだな。俺もその子供を一目見ておくべきだったか。あのバカの息子だというのなら、俺たちの家族に違いあるまい。肝心なことをまだ聞いていなかったな。ザルド、アルフィア。この戦いの先に、お前たちは何を望む？未来。オラリオの後進どもが、俺たちを喰らって、黒き終末を乗り越えることを望む。この世に希望をもたらすために。妹の子が、戦わずに済む世界にするために。もし、父親と母親の血に導かれ、お前たちの子がこの地にやってきたら、世界の命運をかけた戦いに巻き込まれていったとしたら。皆まで聞くなよ、エレボス。
ああ、答えなど決まっている。その時は、あまたの英雄が、この前に立ちはだからんこと。英雄の洗礼を浴び、より強い冒険者にならんことを。そして願わくは、あまたの洗礼を受け、いくつもの壁を越え、英雄なんてものに至らんこと。父親譲りの逃げ足は、誰かの窮地を救い、次につなげるかもしれない。母親譲りの優しさは、誰かの涙を拭い、笑顔をもたらすかもしれない。そうか。ひどい愛だな。名前も顔も知らない相手から物騒な愛情を押し付けられて、今からその子供が哀れに思えてくる。私たちはゼウスとヘラの眷属だぞ。このくらいは序の口だ。なあ、ファミリアが健在だったら、もっとひどい目に遭っている。絶対にな。やれやれ。とんでもない眷属どもだ。まったく。エレボス、もう私たちの覚悟を試すのはよせ。大丈夫だ。未練はない。臆しもしない。これから俺たちは多くの血を流す。世界を救う礎を築くために悪魔と化す。これ以上の手段はない。これ以上の試練はない。もうわずかも持たない命。ここで使い切ってやる。ああ。絶望をもたらし、希望のための踏み台となろう。それが、ここまで生き残ってしまった私たちの最後の務めだ。私たちのすべてを、未来の英雄どもに託す。はあ、眩しいな。本来ならば、誰よりも称えられなければならないこいつらを、俺は黒い泥で怪我し、罪人の烙印を押し付けようとしている。なのにこいつらは、こんなにも眩しくあり続けている。それじゃ、すべての元凶のこの俺が、手を抜くわけにはいかないじゃないか。なあ、ビト。お前は俺を恨むだろう。騙す真似をして、お前を置いていく俺の愛なんてものを決して信じず、取り返しのつかないくらい世界を憎むだろう。けど、それでも俺は理想を探しに行くよ。お前が馬鹿にするだろうこの言葉に、お前自身がいつか感化され、お前が何かを愛してやれるようになることを願って、この二人と一緒に英雄を求め、正義を問いに行く。オラリオが、世界が、理想にたどり着くことを信じて。愛してるぜ、ビト。愛してるぜ、子供たち。大好きだ。この小さくも広い世界よ。いいだろう。ならば、エレボスの名において宣言する。
今日から俺たちは共犯者で、必要悪。そして世の歴史に罪禍の象徴として刻まれる絶対悪。それでも俺だけは、お前たちの残す偉業を永遠に称え続けよう。さあ、時代の英雄を生みに行こうぜ。